正助夫さ原三年は、鎌倉時代末期の備中国織田軍出身の武将。通称は、左衛門の郎。高山城、高山城初代城主。父は、本城優次とされる。子息は、小子氏と小子生。助夫さんの代から、備中小子は、死を投資時とする様になった。系図の記述によると、正座衛門、郎助夫さんは、片山村。 高山城、高山城を漁したとある。現行年間に、鎌倉幕府法の北条中治軍に従い、そのまま経営をち、共に、東国へ逃れようと大御国まで行き、万馬塾の連下寺で中時の一門と共に中止したと、される。子息は、その後、南朝に属して戦うことになる。猿係城、幸い山城の二条の城主と考えられるが、猿係城に関しては、 諸説あり、子息の一人である、死生が気づいたという考えもある。あえて課長を猿係上の初代上司として考察した場合、課長、家継ぐ、朝継ぎ、夕継の後を継いだということであるから、猿係上五代上司と考えられる。この考えに則っ,った場合、死子,子は、鉱山城、幸い山城を継ぎ、その弟で養子となった、死生は猿係上を継いだことになる。 複数ある形図の一つ略図に51歳で没したと記述されている。しかし、この形図はスケフサの父を、死死、孫を死生としているなど、かなり伝承に混乱が見られ、信用性が高いものとは言えない。このページでは、あえて形図上の記述を参考にして、逆算した結果として、1283年説を載せる。ありがとうございます。